今日また木曜なんで文春買ったんですけど、この話知ってますかね皆さんね。この、自殺をしたんですよ、女子高生2人が松戸で生配信したんですよね。なんか動画ですかね、 TikTok なのかな、なんだのか、ツイキャスかな、ツイキャスか多分で、生配信して死んだんですよ。衝撃的ですよね、生配信で飛び込み飛び降り自殺ですか。怖い怖いよ、大丈夫、行こう、降りよう、じゃあせーのできよう、せーのって言って飛び降りた2人です。それ配信してるんですよ。飛び降りた時、下の方でボソッと音、ブツッと音がして、でしばらくして発見した人のキャーっていう声が聞こえてみたいなのが上がってんですよ。上がってたんだけど、もう削除されてますけどね。当時上がってたらしいね、僕は見てないですけど、なんか話が言うとそんな感じ。それをいろいろとあるんですよ。その女子高生がなんでそういう風になったのかって言って、一人の片方の子が、新潟出身の子、女子高生が東京にピャスカルっていう YouTuber がいるんですよね。ゲーム配信系のね、ちょっとイケメン系のですか、ホストみたいな感じ。その人とオフパコっていうんですか、要は会ってやってたと。まあ、いやセフレみたいになっちゃってて、で、もともと病んでる子なんですよ、この女子高生の子たち、子はね、まあ、2人で実は2人とも闇垢で知り合ってる、いわゆるうつ病ですよね。ますますそれで自分は何なんだろうみたいな、こう遊ばれてるんだみたいな感じで病んでったみたいで、それをこれこれさんっているじゃないですか、 YouTuber の、それに相談して、そしたらピアスカルが脅しをかけてきたっていうんですかね。この女子高生相手に弁護士、情報漏洩だ、この話をしたら事務所の弁護士を使って訴えるとか、別れる、距離を置くなどというふうに、まあそれがトリガーになったんですかね。それでその本人は、女子高生は死ぬために東京来たんだ、今日で全部終わりとか、いろいろそういうふうに、まあいちいちこうツイッターのツイートで書き込みして、実況中継みたいなことをしていって、あげく最悪の結果をもたらしたっていう話なんですよ。まあなんかそういうのが今話題になってるんですけど、すごい時代だなと思って。この前なんか殺人未遂事件をね、旭川の方でしたけど、殺人未遂を犯したコンビの店員さして、それを全部生配信してた、本人がね、犯人の本人が生配信って、生配信の閲覧数を上げるためコメントをいっぱい入れるためだって言ってんですけど、まあ、僕はそれは覚醒剤やってたんだなと僕は思ってますけどね。普通の精神をしている人間が夜中の、まあ、約3時ぐらいですよ、そんなことしないですよね、生配信しながらね、それをね、自分が人刺すところをね、撮ったりとかね、しないですよね。僕は覚醒剤でもやってたんじゃないかなと。何かしら原因はあると思うんです、そんな人と違うようなことをするのってのは。飛び降り自殺する人も、まあいろいろそのピャスカルっていうのが原因にはなったと思うんですけど、そもそもがうつ病だった、だと思うんですよ。ね、自殺をする人ってのは基本的にうつ病じゃないと、普通の精神状態、普通に正常な人だったら自殺ってしないでしょ。嫌ですもん。死にたくないですよ。僕は死にたくないですよ。僕は絶対にもう生き延びたいって思うけど、実際にやっぱり死にたいと思うっていうのは、生きづらさを感じてるっていうのはやっぱ精神的な病を抱えてるってことですから、うつ病ですよね。じゃあ治療するべきだし、もっと言うとうつ病になる前に感じた時にもう治療なり何なりをするべきですよ。予防するっていうことが必要だと思いますけど、睡眠をめちゃくちゃ取るとかね、やっぱりうつ病とかね、睡眠時間とかすごく関係ありますからね。まああと人間関係ですか、一番。まあなんかまあそういう何かしらの原因があったんだなと思うんですけど、そのまあピャスカルっていう人がなんか高校生相手にね、まあ要は避妊具なし、まあコンドームなしでやってて、それもなんかうつに拍車がかかったなんて話が書いてあるんですけど、それでね、やることやったあげく、これこれさんに言ったらさらされますよね。そうなったら、訴えるとか、弁護士使って訴えるっていう風なことを私は訴えられるのかっていうので、またうつが増していったってことらしいんですけど、訴えられないですからね。もしそういうことを言ってこられた人が言ったとしても、相手にしない方がいいと思いますけどね。まあ、弁護士使って訴えるって言う人っているじゃないですか。弁護士使って訴えるって言って、訴えてきたためじゃないですよね。僕もよくね、まあ今はないですけど、前はもう法的手段取らせていただきますとかなんかいうことをいろいろ言ってくる人がいるんですよ。いたんですよ。会社の時にね。
法的手段を取らせていただきますって言ってきて法的手段を取った人間っていうのはいないんですよ。法的手段を取るときって何も言わずに法的手段もう取られてるんですよ。勝手にもう送られてくるんですよ、裁判所から。弁護士も頭がいいので、どう考えたらそのピャスカルって方が悪いじゃないですか、ね、女子高生ですよ、高校生と、まあ、未成年インコなわけですよね。それを弁護士がじゃあその高校女子高生を訴えるかって、弁護士もバカじゃないか、そんなことしませんよ、止めますよ、あなたその前に未成年インコですよってなりますよ。裁判することで、結果出したらそれは民事から刑事になりますよ、事件化されますよって弁護士から諭されます、諭されますから、まあありえないことなんで、誰か相手からね弁護士を使って訴えるとかなんとか言って悩んでる人がいたら僕に LINE でもくださいよ、僕が判断ぐらいできるんで、そう言えば相手がビビると思ってるだけの話だなと思ってるんですよね。あともっと言うとやっぱり人付き合いっていうのは考えた方がいいですよね。僕も今こうやってもう6年ぐらいは穏やかな生活埼玉でしてますけど、その前までやっぱ都内に行った時はね、東京にいるってことは戦うことが前提ですよね。ビジネスにしても何にしても戦うことが前提なので、訴えたり訴えられたりってもちろんあったんですが、それもやっぱり人付き合いだなと思ってて、環境ですよねやっぱね、ま、そういう変な人付き合いをするような人間関係が、変な人間関係があるようなところに自ら行く必要はないなと思いますよね。もうなんかもう人間関係に煩わしさを感じていたら、僕はもし僕が助言するんであれば、今すぐ携帯を全部変えましょうって思います。スマホを解約して新しいのやって、もう友達とか知り合い全部ゼロにしましょうと思います。その中で本当に連絡取りたい人、親とかね、兄弟とか、まあ親友が一人二人いるんだったら、そのせいでそれぐらいの人数から始めればいいんじゃないですかと思います。でそこからの人生は気をつけて、以前のようにむやみやたらにね、誰ともつるまないようにして、誰とも会わないようにして、あなたの人間関係を構築したって、今からやったって遅くはないと僕は思いますけどね。まあそんな話でした。